マイナス10キロ痩せた私がやめた3つのことをあなたにお伝えしていきますね。あなたも今からお伝えするこの方法を続けるだけで痩せることができます。3つの流れでお伝えしていきますね。まず1つ目です。なぜ私が10キロ太っていたのか。2つ目、どのようなことが原因だったのか。3つ目、どのようにして解決していったのか。具体的な取り組んだ方法、解決策をあなたにお伝えしていきたいと思います。では早速本題に入ってまいりましょう。1つ目ですね、なぜ私が10キロ太っていたのかということなんですけれども、それにはですね、このお話に必要なこのキーワードがあるんですよね。それは何かと言いますと、こちらです。インスリン、別名デブホルモンと言われるこの私、ホルモンをですね、もう出し続けるような生活をしていたんですよね。で、このデブホルモンはですね、体にもう名前の通り脂肪をどんどん溜め込むホルモンなんですよ。で、このホルモンがです、これまた私も当時そうだったんですけれども、お腹ぽっこりですよね。特にですね、お腹周りにこう脂肪を溜め込むような働きをですね、まあ、しっかりとしてくれるわけなんですね。なので、あなたもいかがですか、そのなんかもう特にお腹だけこうつかめるとかぽっこりとか、ご経験ないですか。もう私もそうだったんですよね。あの当時この動画のタイトル、サムネのお写真は、私が当時オーストラリアにいた時の写真なんですけれども、当時53キロだったんですね。なので約1年間いたんですが、もう本当帰国する直前にはですね、もう当時持っていたその当初のジーパンがもうやっぱりボタンがですねはまらない、お腹がそこにこう乗っかるわけですよね、まあ、そういった経験もしました。なのでもう本当に振り返ってみるとですね、このインスリンをこうどんどん出し続ける、まあ、生活をしていたがために、私はまあ太ってしまった。特にお腹周りがもうポッコリと、まあ、出ていたということをね、まあ、経験しているわけなんです。では実際にこのインスリン、まあ、デブホルモンをどのようにして出しにくくしているのか、やめた3つのことをお伝えしていきますね。1つ目は間食をやめたんです。で、なぜ間食をやめたらこのインスリンが出にくくなるのかということなんですけれども、インスリンというホルモンはですね、食べるたんびに、例えば飴1個でもガム1個でも、あのお野菜でも、どんなものでも、もうどんな食べ物でもですね、食べるたんびに絶対出るんですよ。ということは、間食をまあすればするほど、そのたんびにこのデブホルモンを出すわけですから、ホルモンのその働きで脂肪を溜め込む回数がもう増えるわけですよね。ですから、例えば同じ食事を召し上がっている、まあ、A さんと B さんがいたとして、 A さんは1日それを3回に分けて食べている。で、 B さんは6回、まあ、間食を間に入れて6回ですね、食べているとしたら、どちらの方が太りますかということです。お分かりですよね。 B さんです。同じ内容なのに、ちょこ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 分けて食べるだけでデブホルモンを出すわけですから、 B さんの方がその都度脂肪を溜め込む機会が増えている、同じものを食べてらっしゃるのにです。なので私は間食をやめたんですよ。では2つ目です。残り2つはですね、パンとかですね、パスタとか、私も過去すごく食べていて、要はこう血糖値を急上昇させる食べ物が好きだったんですね。それだけで脂肪をですね、溜め込みやすくしてしまうっていう性質があるんですね。なので、そういったものばっかり主食で食べていましたから、まあ、もちろんそれは脂肪を溜め込んで太りますよっていうことなんですよ。なので私はその血糖値を急上昇させるようなパンとか、まあ、菓子パンとかパスタとか、そういったのをやめたんです。もうそれだけで確実に痩せます。で、今度3つ目ですね、は何かというと、腸内環境を悪くすることをやめたんですよね。で、これはいろいろあります。例えば私は過去、まあ、冷たい食べ物、飲み物をしょっちゅう飲んだり食べたりしてましたし、まあ、要は体を冷やしてたんですよね。で、プラスその腸内環境を悪化させるような、まあ、酸化した油を使ったポテチのようなこうスナック菓子とか揚げ物とか、あとその白砂糖ですよね、がたっぷり入ったお菓子をもうとにかくですね、もう確実にもう欠かさずですよ、もう毎食後とかね、間食でもとにかくしょっちゅう食べていたんですよね。あとはその
オーストラリアにいる時は特にお風呂に浸かれなかったので、こうシャワーばっかりでこう体を冷やしていたりとかですね、ストレスかかったりとか、まあ、そういうふうにこう腸内環境にもたくさんこう悪いことをやめました。そうすると結果このようにマイナス10キロになりましたし、リバウンドもしておりません。それぐらい今3つお伝えしたやめたことが、まあ、こんなに効果があるということなんですね。じゃあ一体どのように具体的に何を取り組んだら私がこのキープできているのかということなんですね。この体型であったりこの健康体であったりです。じゃあまず解決策3つお伝えしていきます。間食をしないといってもですね、1つ目、おやつをやめたわけじゃないんですよ。あの間食しないっていうと、えおやつ食べれないのってね思う方いらっしゃると思うんですけど、別におやつをやめなくてもいいんですよ。食べ方が大事なんです。なので私はどうしてるかというと、朝ごはん、お昼ごはん、夜ごはんのそのご飯の、まあ、おかずの一部としてもおやつを食べてしまうんです。間に絶対食べないんですよ。ただおやつは食べてます。腸内環境が喜ぶような、まあ、素焼きのナッツであったりチーズであったりこうドライフルーツとかですね、そういったおやつをその間食としても絶対食べることはしていないですね。そうするだけで先ほどお伝えしましたこのインスリンが出ないわけです。しょっちゅうしょっちゅう私は出さないので脂肪を溜め込まずに済んでるわけなんですよね。では2つ目です。先ほどお伝えした血糖値を上げる食品、まあ菓子パンとかパスタとかそういった代わりに、例えば、パスタの代わりに白米でも、よく言えば白米よりも私は今玄米、要はこう緩やかに血糖値を上昇させる低 GI 食品を先に摂るようにしてるんですよね。そうすると脂肪を溜め込まずに済むわけです。なのでパンよりも玄米、例えばパスタよりもお蕎麦とか、そういった緩やかに上昇するものを置き換わるようにしたんですよ。そうすると脂肪をため込まずに済みます。で最後3つ目です。腸内環境に良いことをしていますです。もちろん食事もそうですよね。いつも私もう声を大にしてお伝えしておりますけれども、やはり腸内環境が整う食べ物です。豆類であったりごま類、ナッツですよね、わかめ、海藻類です、きのこ類、芋類です。こういったものをバランスよく摂ること、でまた発酵食品であったり食物繊維であったりオリゴ糖やあの EPA、DHA などのそういったこうオイルをしっかり摂ることがまあ大事なので、そういったものをバランスよく私は美味しく今いただいております。でまたシャワーで済ませずにしっかり体を温めるお風呂に浸かったりとかですね、あと冷たい食べ物や飲み物はもう控えて、その代わりやっぱり温かいものもしくはもう常温です、そういったのを取るだけでもう本当にね変わりますよ。で特にこの間食はもう本当てきめんに効果が出ます。デブホルモンを出さない工夫をあなたもされるだけで、もうこんなにもですね体変わってきますから、ぜひぜひ今お伝えしましたこの解決策3つをバランスよく取り組んでみられてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたがリバウンドせずに健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。でまた分からないことご質問などございましたら、詳細欄に LINE のリンクがありますので、皆様そちらをご登録後私とやり取りしておりますので遠慮なくご相談くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。